城はすでに落ちたというが、俺は来るべき時を待つにふさわしい頂で攻めを迎えようと。信彦、待っていたのだ。かの日からこの時を。鼓動が高鳴る。地を蹴るたびに命が震える。二層を狂う手が燃えるように熱い。見える、我が道の先で待つ懐かしき背中が聞こえる。終わりゆく時代の声、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの心の声が。信長様のために働き、この日の本を戦のない平和な国にするんだ。それが松のためでもある。いずれ信長様も認めるため、この私が家臣団随一の解決であると。その時私の願いも成就する。強きに惹かれし心よ、純粋であれ。天獣を手に入れ、唯我独尊、死が万象、ことごとく世の前にひれ伏すがこと。ありぞ、俺が本能に従って生き、そして死ぬ。人であるために私はそれを成しましょう。強きに染めし心よ、気高くあれ。わしは何が何でも細く長く生きてやるぞい。この北条家は不滅じゃ。どこだ、ここはどこだ、俺様は誰だ、誰かいないのか。一人はいるんだ。道に惑いし心よ、安らかにあれ。先を見据え、敵に備えよ。我は覇王、我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ、夢を叶えよう。秀吉様、未来永劫あなた様の左腕となる許可を。明日を守らんとする心よ、永遠なれ雪村。はぎ徳川殿、これは貴殿が背負うべき荷ではござらぬ。いや、わしは全てを背負わねばならない。でなければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために、古き時代の汚れはこのわしが全て抱き冥土へ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。お前が伝えてくれた人の強さ、わしもそれを信じてみよう。お待たせいたした、兄上。ああ、随分と待った。親父殿がお前を待てと言ったら、ゆえに待っていた。雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく道を大股で急がねば、最も恐れる者に追いつかれてしまう。隙には何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄公も親父殿も。壮絶。